レペゼン日本一。はいどうもマネージャーの脇だよ。まあね、俺のね服をね紹介しようと思います。まあ、俺がデザインした服はこのアースって背中に入ってて、胸ロゴにジェニファーが入ってるこのトレーナー。俺の服についておすすめのポイントは特にないで です。まあ何が言いたいかっていうと、これで俺がもし負けてヘソピを開けることになったら、俺マジ豚の焼き串みたいになってしまうけん、二段バラのところにズサーなんてマジ豚バラみたいになる。この可愛いマーカーを買ってくれれば俺はもうそれだけでいいから。まあ強いて言うなら、誰かに着てほしいって言うならおっぱいが大きい子だよ。おっぱい星人とも呼ばれよったね。性欲モンスターって呼んで、おっぱいが大きい子に来てほしいよって。おっぱい星人とも呼ばれよったね。性欲モンスターって呼んで、まあおっぱいが大きい人が来てくれたらね、俺はそれでいい。おっぱい星人と、あ、でも貧乳が買っちゃダメってことじゃないよ。おっぱい星、おっぱいが小さい人でもぜひこの服は、おっぱい星人とも呼ばれ、チャンネル登録してね、チャンネル登録してね。